はい、幸福寺の近くまで戻ってきました。こっちが幸福寺ですね。猿沢池、上から今度ちょっと撮ってますが、桜が綺麗ですね。はい、先に春日大社行こうかなと思います。春日大社行ってから東大寺にしようと思います。はい、ちょっと車が通るうるさいとこなんですけども、春日大社ですね、これの一の鳥居の前ですね。まあ、これから横断歩道渡って春日大社行ってみようと思います。土日に比べればやっぱ車の数も少ないですね。はい、観光バスなんかも通ってますけど、まあこんなもんでしょう、平日の奈良だったら。はい、まあ、でも全然気にせず見れます。はい、二の鳥居まで歩いてきました。まあ、春日大社はね、結構距離があるんでね、ちょっとなんかくたびれてきましたけど、国宝殿もですね、なんか展示やってるみたいなんですけど、ちょっと時間的に見るとですね、東大寺が見れなくなっちゃうんで、まあ、今回はパスかなって感じですね。はい。いや、だいぶ歩いてきました。はい。じゃあさらに行きます。はい、上の方に上がってきました。本殿はめっちゃ人がいて、ちょっと撮影も貧粛みたいな感じなんで、先にね、若宮社の方ですかね。そっちに参拝してから、まあ、映せるようだったら、本殿の方もちょっと映そうかなと思いますけどね。やっぱさすがに本殿はめっちゃ人いますね。はい。若宮社の方はそんなにないかな。いやー、けども歩いてる感じだとあれですね。外国人の方はもうすごい観光客に来てますね。これでね、少し経済も良くなればいいんですけど。はい、若宮社ですね。何でしたっけ、ね、正しい知恵を授けてくれるのか、確か。はい、ということで。はい、じゃあ参拝してきます。春日大社の本殿の前です。なんか鹿がですね、パンフレット食べちゃってます。今ね、そこで七五三の女の子二人が写真撮影ですね、記念撮影やってますけど、着物綺麗でしたね。はい、外国人の観光客がすごい珍しがって、やっぱみんなさん見てますね。はい、じゃあこれから、中入って参拝しようと思います。春日大社の中ですね、500円払って中入りました。多分撮影は OK みたいなんで、人もいないんで、はい。まあ、撮っちゃおうかなって感じですね。はい。リンゴの木。これが植えてありますね。はい。今ある木は昭和32年に見木されたもので、もともとは高倉天皇の時ですね。平安末期か。後白河の子供ですね。はい。いや、やっぱ、迫力ありますね。うん。はい。もうちょっと行ってみましょうか。まあ、春日大社で有名なのは、この、釣り道路ってやつですね。ちょっとね、今人がいないんでチャンスなんですよ。これね、直江兼続が奉納した釣り道路なんですけど、わかるかな、ここ。越後、直江山城の神って書いてありますよね。慶長5年って書いてあります。こういう風にですね、奉納した人の一応名前が刻まれてるんですよ。で、この横がね、これもわかるかな？下にこう、宇喜多秀家って書いてあるんですけど、で、ここぐーっと拡大すると、読めるのわかりますかね？備前中納言秀家ですね。だからもう、慶長3年とかなんで、1598年か。まあ、秀吉が亡くなる時ですね、に、まあそうですね。秀家確かに中納言なんで。まあ彼は備前の国に支配してるんで、備前中納言っていう形になりますね。はい。で、これが東道高虎奉納の釣り道路なんですけど、これもわかるかな？ここなんですけど、春日社のところの将軍様御ためご祈祷なりって書いてあって、これが東道泉の神ですね。これが高虎のことです。で、慶長これね、なんて書いてあるんですか？10の下がね、2が2つ書いてあるんですよ。だから14年って意味なんですね。はい。で、慶長14年なんで、1610年かな。だから、将軍は秀忠だよね。だから、秀忠のために寄進しました、みたいな感じで書かれてますね。でね、東道家って、この幸福寺がね、その東道氏の寺みたいな感じなんで、これさっきもね、釣り道路を見てきたんですけど、東道って名前の付く人がね、めっちゃ寄進してます、釣り道路。はい。これ結構面白いですね。今度は、徳川綱吉。ね。これはわかるかな。館林最小って書いてありますね。で、小三味って書いてあります。なら、まあ、こういう感じでわかると。ってことですね。綱吉橋ってこう書かれてますよね。はい。
はい、春日大社、全部見てきました。真ん中が良かったですね。はい、でこれからですね、若草山通って東大寺に向かいます。はい、若草山です。いや、もう桜ね、満開っすわ。いや、良かった、昨日の雨で散らなくて。はい、もう最高ですよ。もうロケーションがもうバッチシ。はい、鹿もいますしね。はい、もうこれぞ奈良って感じで。はい、琴の春です。あ、いいっすね。はい、さあ、もうちょっとここもずっといたいんですけど、東大寺に行かないといけないんで、そろそろ若草山にも別れをつけて東大寺に向かいます。はい、春日大社の方から若草山のふもと通って東大寺の東の方ですねに来ました。ホッケ堂のあるところに来ました。今ここの目の前が、これがホッケ堂ですね。はい、もうちょっと近づけばホッケ堂って文字も見えると思います。はい、まあよくある参拝ルートですね。興福寺から、まあ元郷寺回って、でまあ春日大社行ってから東大寺って、まあもう本当王道のね、はい、近鉄奈良駅から行くんなら、まあこの行き方じゃんみたいなのを今日ちょっとやってみてますけど。はい、じゃあちょっと近づいてみましょう。まずホッケ堂からですね。はい、ホッケ堂行ってきました。いや、かなりいいですね。いや、もう本当に福建作観音像をはじめ、いや、もうちょっとかなり興奮しました。で、興奮ついでにですね、見えるかな、マガタマの健康守り2000円なんですけど、ちょっと買っちゃいました。いやいや、600円払ってみる価値全然あります。もうぜひ皆さんこのホッケ堂来たら中、はい、見てみてください。はい、東大寺の二月堂ですね。ここの石段登ってまあ参拝するっていう感じですかね。まあ、ここからの景色がすごいいいんですよ、この登った後のね。だからまあちょっと人が少なければ撮影したいなと思うんですけど、確かね、三脚は使っちゃダメとかそういう感じだったんで、まあ、人数多かったらちょっとやめます。はい、じゃあとりあえず行ってみようと思います。はい、戻ってきました。いや、やっぱね、人が多くて、写真は撮れたんですけど、ちょっとね、まあ、収録はできませんでした。はい。で、次、大仏殿ですかね。まあ、2月堂行ったんで、これでホッケ堂も行ったんで、東塔の後の横通って、大仏殿に向かおうかなと思います。はい、ちょっとね、マイナースポットなんですけど、これがね、長元ってわかりますか？東大寺の大仏を肝心でこう再建した。で、その人がね、春城坊っていうんで、この春城堂っていう、その長元の、まあ、ここに実は中に長元の仏像があるんですよ。教科書に載ってるやつなんですけど。で、それが祀られてるお堂です。はい。でね、この横にあるのが、これわかるかな？中に釣り鐘があるんですけど、これ東大寺が創建された当初から残ってるものです。はい。こっちがね、行基堂って言って、まあ行基を祀った建物ですね。はい。で、桜がもういい感じで満開ですね。まあ今が一番見頃。はい。どうでしょう。はい。っていう感じですね。まあこれね、ホッケ堂とか二月堂から大仏殿行く途中の穴場スポットみたいな感じなんで、まあもし皆さんも行く機会あったら、はい、あのね、ここほとんど人もいなくてね、いいですよ。ぜひね、はい、来てみてください。はい、言わずと知れた、まあ東大寺といえばもうここですね。大仏殿のまあ正面に来ています。今ね、3時40分ぐらいなんですけど、まあだいぶやっぱ人が少なくなってきた感じしますね。はい、まあけどそれでもね、やっぱり外国人の観光客中心にいっぱいいらっしゃいますね。あ、目の前これ鏡池ですね。はい、うん、じゃあこれから大仏に参拝したいというふうに思いますね。これ入り口が左側にあるんで、まあ、そこから入っていきます。はい、大仏殿正面から撮ってます。傍らの桜も満開です。はい、いや、すごいですね。はい、皆さん写真撮影してますね、ここでね。はい、いや、もうなんかいろんな言語が飛び交っててね、異国情緒あふれる感じです。いや、ちなみにね、桜がすごいですよ。ちょっと見てください。こんな感じでこうバーッとね、こっちもこうです。満開です。
はい。じゃあ中入っていきまーす。残念なお知らせです。まさかのですね、正倉院外から見れませんでした。もう時間が過ぎてて入れなかったんですよね。これ正倉院が今ちょっと見えてるんですけど、ここの方がわかるかな。この奥の建物ですね。これが正倉院です。いやーまあ残念ですね。まあまた今度ですね。はい。さあ、じゃあちょっと戻ります。はい、東大寺の南大門ですね。これが正面からになります。有名なね、金剛力士像は、中入んないと見れないんで、まあ、それは後で、ちょっと中入って、中から撮ります。はい。やっぱこれも迫力ありますね。はい。大仏用とかって呼ばれる建築様式で作られたなんていうのは、受験でも出る話ですけどね。はい。はい、金剛力士像です。こっちが、あの方ですね。はい。はい。で、こっちの方が運ですね。はい。中からじゃないと見れないんですね。外からは見えないということで。こう、内側入ってこないといけないんですけど。これが東大寺南大門金剛力士像ですね。まあ、運慶、快慶の作品で有名ですけどね。はい。まあ、ここもやっぱ迫力ありますね。結構大きいですね。はい。まあ、鎌倉時代創建ですかね。まあ、やっぱお客さん多いですね。はい。あと、東大寺ミュージアムですね。本当は行きたかったんですけども、ちょっと時間切れですね。まあ、という形で、やってきました。まあ、いかがだったでしょうか。まあ、ちょっとね、たまたまうまく日程がいたのもあってきましたけども、またね、近々来たいと思います。奈良にね。やっぱいいとこですね。新薬師とかも行きたかったし、東照大寺とかね。あと、平城京とかもやっぱ行かなきゃいけないんで。まあ、また近々時間見つけてこようかなというふうに思います。はい。じゃあ皆さんご視聴いただきありがとうございました。